皆さんこんばんは。初めまして、紹介いただきました、つむらです。今日はね、少し普段やってることを伝えながら、星ってこんなに楽しいよということをお伝えできたらと思います。よろしくお願いします。それで、中学生の頃からかな、スライドをお願いいたします。はい。それでは少し暗くしますね。先ほどちょっと紹介していただいた、これ最初ね、普段やってることってこんなんなんですよ。これはね、前に天の川が見えていて、そしてあそこで望遠鏡を覗いてますね。和歌山県の高野山のちょっと奥の護摩壇山というところで、これは写した写真です。この同じ望遠鏡で覗いているところです。それから人影の後ろね、背中のところに何かちょっと光ってるのは、あれは撮影用の望遠鏡です。あれはイプシロン180という望遠鏡です、あれはね。そういうのをつけて、こういうふうなことを1ヶ月に、2、3回ぐらいやっています。次お願いします。で、これは中学生の時に、買ってもらった望遠鏡です。6センチ、対物レンズの直径が6センチの屈折の望遠鏡で、筒だけを買ってもらいました。で、多分ね、5000円か6000円かそのぐらいだったように思うんですけども、台のところは全部木で、自作しました。これで土星を見たんですけども、土星はどこにあるかまず知らなかったんですよ。で、土星を見たいとは思ってたと思うんですけども、ある時突然ね、明るい星を見て、それに輪があることを見つけたんです。で、それが土星との出会いでした。それから、スバルの方は、この望遠鏡では、倍率が高いので、スバルは、全部見えないんですけども、横についてるちっちゃな望遠鏡ね、あれは虫眼鏡のレンズを使った、ファインダーというんですけども、3センチほどの、直径の虫眼鏡を使ったものですが、あれを、で、見たんだと思います。で、あれは、虫眼鏡ですから、ちょっと難しいんですけど、シングルのレンズです。色周差があって、スバルって、青い星なんですけども、あれで見ると、黄色とか赤とか緑とか青とか、いろんな光が見えて、めちゃくちゃ綺麗な、そういう記憶があったように思います。次お願いします。で、高校になって天文部に入って、そして、天文の雑誌を買うようになって、その頃作ったのが、これは10センチの反射望遠鏡です。今はもうありませんが、自作用の、望遠鏡のパーツを売っている会社がありまして、スリビーチという会社ですけども、年配の方はご存知だと思いますが、そこで買った、宗教と写経とを使って、作ったものです。これでたくさんの星雲星団を見ました。これ自宅でやってたんで、高校の当時ね、車は乗れませんからね、自宅でやってたんですが、その頃はまだ、光害というかな、当時は光害と言いませんけども、そういうのがあんまりなくて、自宅でも天の川がうっすら見えるような状態でしたので、たくさん見ました。次お願いします。で、これはその当時の、本ですね。こう、情報というのがすごく大事で、一番最初買ったのが、紫色の磁気の天体観測というやつです。これはいろんな、1ヶ月ごとにこんなのがあるよというのは紹介されてやって、それから高等学校の入学試験が終わった日に買ったという当時の記録があるんですけども、天体写真の写し方、あれです。勉強から解放されて、春はあればっかり見てたような、そういうふうな記憶があります。あと、星図ですね。それから、星雲星団ガイドブックってあるんですけども、これを見ながら、さっきの10センチの望遠鏡で、たくさんの星雲星団を見るようになりました。その頃が、星雲星団をたくさん見るようになった、きっかけであったように思います。次お願いします。で、大人になって、就職してから、この当時はね、最初、学校で3年間ほど教えてたんです。
で、その後科学館ができて、科学館のプラネタリウムの投影だとか展示物のメンテナンスとか、そういう仕事をやってたんですが、多分もう科学館へ移ってからだと思うんですけども、その頃簡単に、大きな望遠鏡を作ろうというのが雑誌に出まして、これは口径25センチの反射望遠鏡を当時作ったものです。次お願いします。で、その鏡というのは主鏡というんですけども、これはね、近所の人に磨いてもらったんだ。近所というか和歌山県の有田市というところに住んでる方に磨いてもらったやつです。で、それを使ってさっきの作ったんですが、その後いろんな形に作り変えました。っていうのは、望遠鏡の原理というのはあんまり難しくありませんので、さっきと全然違いますね。で、これはね、移動できるようにこの筒のここで半分に割れるんです。で、割ったものを反対向きにひっくり返すと、この中入るんです。で、そしてだから このままで車へ積むと、そういうふうにしてこれで移動しやすいように、しかも組み立ても割と簡単になるように作って、これで結構たくさんのものを見ました。次をお願いします。で、それでまあまあずっと満足してたんですけども、こういうスターパーティーというのがあります。ここへ行ってカルチャーショックを受けるんです。というのは、こういうところにこうなんか大きそうなのがあるでしょ。こういうふうな、クレイジーな望遠鏡がね、持ってる人があるんですよ。で、そういう人たちのパーティーというのがあって、多分ここら辺のは、40センチとか50センチとか、そういうの。これはね、片っぽが25センチで2つあるんですよ。双眼鏡です、これ。とかね、まあ、とにかくいろんなのがあって、それをこう見せてくれるんですね。で、ここへ行った時に、アーミー女性を見せてもらいました。そしたら自分のものと全く違うんですね。で、これはやっぱり大きいものを作らなければならないということで、40センチの望遠鏡を作るようにしました。次お願いします。で、これは2008年に作った望遠鏡です。この鏡が40センチの直径にあるもので、いろいろネットで調べたりして、軽いもので40センチでということで、これアメリカのね、ロイスさんという人が当時作ってた鏡なんですけども、12キロぐらいの重さです。これで12キロの重さだと、後のここら辺を全部軽く作るとスーツケースに入れられるんです。それでこっち側はオーストラリアへ持って行ったやつです。2008年にこれ持ってって、で、向こうへこのアルミとかこういうものは安いもんだから、もう全部置いてきて、こういう鏡とかレンズとか大事なものだけを持って帰ってきて、で、その年の夏にこれ日本の国内で見るように、もうほぼ同じ構造です。で、これを作って2008年からこの40センチで見始めました。その時に見るもの、どういうものが面白いんかということをいろいろ調べ始めるんですね。次お願いします。で、これはね、ヘルクレス座のところの、星図なんですよ。星の図です。で、普通の星図というのはこんなんじゃなくて、いろんなものを書いてあります。で、それが使いづらくて、で、一番の使いづらい理由は、字が小さて見えないんですよ。それは、明るい部屋で昼間見るんだったら、ちっちゃい字は見えるんだけども、夜暗いところで、見ると、なかなか見えにくい。それで、自分で、その製図をトレースして、トレースするときに、こういう見たいところだけを詳しく書いて、何にもないところはもう書かないと。省略すると。で、文字は大きくすると。そういうふうなやり方で自分用のこんな製図を作り始めました。それを使って、いろんなものを見始めたんです。2008年から始めて、
その40センチの望遠鏡で、で、日本でも使うし、オーストラリア行った時もその40センチを使うということで、ほぼ全天の、星雲星団、主なものは全部見てしまいました。で、それも、どんなに見えるということは全部録音しながら見てます。で、今でもお友達と言ったら、あいつボソボソ一人で喋ってる。なんか気色悪いって言われるんだけども、それは、これは青い星がこうあって、そのこっち側に3つ並んでて、で、ここにこういうふうな星雲がこんなに見えるということを自分で喋るんですね。で、そう喋ったものを家へ帰ってから今度はテキストファイル、パソコンでやって、で、それで整理していると。そうすると見たものを思い出すんですね。で、それが今度は各星座の各天体、ここにはこれヘルクレス座の M13、九条星座がありますけれども、M13 の官望記録というと、何年何月はどんなに見たい、何年何月はどんなに見たい、ずっと並んであるんです。そしたらそれをずっと見返すと、あ、これはこんな望遠鏡でこんなに見たらこんなに見えるんだということが分かってくるんですけれども、まあそういう蓄積がもう随分あって、今ではそのファイルを見るのが嫌です。もう押しつぶされるそうになってます。次お願いいたします。で、40センチで見てるときは楽しかったんです。で、次々と新しい天体が見えるんですね。例えば、ハッブル宇宙望遠鏡で映してある、エッグ星雲だとか、ネックレスっていう星雲だとか、そういうものも見えます。それから、いて座にあるゴメスのハンバーガーとかいうのがあるんですけども、それも見たことがあります。シミのようにしか見えませんけどね。そんなことをやって、いろんな天体を見てたんですけども、退職した時に、もうちょっと大きい望遠鏡が欲しいなと考えて作ったのが、ここ、今日持ってきた50センチの望遠鏡です。で、まあ、これは、当時40センチ使ってて、不便であったという経験を全部活かして、ここへ入れてありますので、光軸は手元で合わせられるとか、それから天井は見やすいやとか、まあ、いろんなことをこう不便を解消するように作ったものです。で、これを作ってからもう5、6年は経つんだけども、まあ今これを使って、いろんなものを見ています。次お願いいたします。で、その見た記録というのがたくさんなってきたので、自分だけのお遊びなんですけども、こういう本を作ったりもしています。それから雑誌の方へ、自分で写真も撮りますので、その写真とで何がどんなに見えるとか、まあそんなようなことも書いて、連載もさせていただいています。で、こんなことをやっても、もう今やってて、今年金生活者ですので、普段こんな星ばかりやってるんで、なんか別のこともしたいなという気もあるんですけども、もうやめるわけにいかんし、という、そういう今の状況です。まあそういうふうにして現在に至っています。で、本当だったらコロナがなかったら、もっとみんなで集まってワイ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 と言いながら星を見たりしたいなという頃なんですけども、まあそういうことですね。まあまだ星の趣味というのは、単独で儲けるし、野外でやるので、まあ割合まだマシかなとは思います。大体まあそんなところですね。それで実際、夜空に見えてるものを望遠鏡で見たらどんなに見えるんだとか、そういうふうなことをお話ししようと思います。館長お願いいたします。はい、じゃあ操作の方は私がしますけども、津村さん、今日の官望天体のメニュー映しておりますけど、ざっくりこんな。そうですね。左側の方からいきますね。ベガから始まって、最初は目で見えるもの、それからその後は星雲とかね、そういうふうなものに行きたいと思います。お願いいたします。例えばベガとかうん。M57 と言いますはい。と、これはね、先ほどご紹介した星図なんですけども、ことさはこっち側ですね。ベガあって、その近くにこう平行四辺形があって、この2つの間のここに、M57 がありますね。リング星雲があります。だからベガってこれですね。
これは明るい星だからこの後もプラネタリウムで、見えると思います。はい。で、皆さんのお手元に資料が届いてるんですかね。津村さん手書きの星図というですね、そうですね、その製図、私はこういうふうに全部手で書いたものをホッチキスでコピーしてホッチキスで留めて使ってるんですけども、その一部をコピーしていただきました。でそれを使って実際ね、どこに道理があるかということは覚えてませんので、一部明るいものは覚えてるんですけども、製図を見ながら望遠鏡でそこへ向けていくと、そういうようなことをやっています。この津村さんの製図というのはさっき言われた手書きの文、これ手で書いてます、はい、皆さんこれ手書きだそうで、それをちょっと今回ですね、ちょっと特別にコピーさせていただいたんですけども、これを普段どんなふうにして望遠鏡でされてるんですか？これはね、普段はね、望遠鏡で、懐中電灯ありますね。で普通はこんな白い懐中電灯ですね。これだとダメなので、赤い光に変えます。で赤い光で明るさも変えられるように、これ自作したものです。 LED で自作してます。でこれでこう照らして見てます。それをどの望遠鏡に、望遠鏡はね、ここのねクリップでね、ここで止められるようにもなってあります。一応ね、望遠鏡の覗くところの近くにね。で今はねもっと進んで、なんかスマホをここら辺くっつけたら、スマホの画面で望遠鏡が向いているものと連動して製図が出てくると、そういうアプリもあるらしいです。じゃあちょっと望遠鏡ですね、動かすところを少しお見せいただいてよろしいですか？はい、でこれで例えばあそこら辺のものを見ると見やったら、まず製図で見てあれかなということ でこれファインダーって言うんですけども、ファインダーで覗きながらそこをこう覗くと。で、目的のあたりに大体合わせて、これ製図を見ながらですけども、でその後、接眼レンズを覗くということです。で、接眼レンズのは、これは望遠鏡の、レンズを交換すると倍率が変わります。顕微鏡でもレンズ変えると変わりますね。それと同じなんですよ。で、最初は低い倍率で見て、そこに向けて、そして必要に応じて、高い倍率に変えていくということをやってます。で、星団っていうやつがあるんですけど、星の集まりなんですけども、それなんかは低い倍率だけでも十分に綺麗に見えています。はい、じゃあちょっとそのあたりも含めてですね、はい、これから実際に観察する様子をですね、皆さんにも体験いただこうと思います。リクライニングできる方はシートをね倒していただけたらと思います。ファミリーシートはシートそのままですので、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとプラネタリウムの、はい、じゃあ夜にそうですね、夜にしたいと思います。まずはプラネタリウムらしくちょっと太陽ですね、ちょっと映してみました。ちょっとお待ちくださいね。はい、西の空に太陽が出ておりまして、夕焼けが現れて星が出ると。で、ちょっと、プラネタリウムですのでね、音楽をかけながら日の入りを迎えていきたいと思います。今日の BGM ですけども、もう今日のために選んだトゥーランドットより誰も寝てはならぬという曲でよろしくお願いいたします。
はい、まだ皆さん寝てはいけませんよこれからですね。はい、夜が始まりました。ちょうど夜の9時にセットしております。今日は月が出ていますね。そうですね、はい、やっぱ月明かりがあるから本当はこんな感じ、うん、ですね、はい、もうちょっと言うと明石で見ると こんな感じですかね、はい、だからあの普段はね月がある時はあまり行動しないんですよ。で月がない時にあの星を見に行きます。月をちょっと消してください。え、消えるんです、はい、プラネタリウムは何でもできるでしょう。ピュッと、はい、月がないときはね、星がよく見えますね。だからあの新月時期っていうのは1ヶ月に1回しかないんだけども、その時あんまり予定を入れないことにしてるんですよ。でどっかになんかあの旅行せなあかんとかなんかそんなことがあるのは満月の頃にやってます。だから今日は満月の近い日に今日はイベントの日程の調整をさせていただきました。で、望遠鏡でね、星を見るっていうとね、どんなに見えるのかって皆さんね、あの、もし覗いたことがない方がおられましたらね、まず最初なんですけども、目で見るとね、まあ、星はこうたくさんあって、こうなんですけども、望遠鏡で見ると明るく見えるんですね。それは望遠鏡は光をたくさん集めるからなんです。それで一番最初ね、ベガを見てみようと思います。ベガって、まだ出てないかな。ベガは あれかな、これですね。あれやね、はい、はい、ちょっとじゃあベガにちょっと望遠鏡を向けてみますね。あの実際にやってますので、で本当はね、本当の星はあの無限に遠いところだからぴったりピントが合うんですけど、プラネタリウムはスクリーンだからピントは合わないですけど、まあ、こうやって出る。ほんだら あそこに映ってるように目で見るとまあ明るい星なんだけども、もっとたくさんの光を集めるのでもっと明るく見えます。それからそのベガの周囲に目では見えない星がたくさん見えてくるんですね。これは望遠鏡が大きければ大きいほどたくさん光を集めるので、暗いものが見えてくる。でこんな感じです。でベガは明るいので色もちょっとだけ青白っぽい感じに見えます。であの十字にあんなになんか見えてるのがありますね。あるいはベガの形ではありません。これは望遠鏡の構造によって生じるああいう光がこう散らばるんですね。だからあんな風に見えるので、あの形、本物の形ではないです。それじゃね、明るい星はこんなんなんですよ。でだからこれはこれで他の星を見ても大体同じようなもんなんです。じゃあそれだったら全然面白くないということで、望遠鏡でないと見えないものというものもいくつかあるんです。で手始めに北斗七星のところ、上の方に北斗七星ありますね。あそこに一個有名な二重星があると思います。あの星ですね、ミザールという星で、その横になんか暗いのがくっついてて、アルコルっていうんやったかな、四等星がくっついてて、なんか視力検査をするとかなんとかそんな感じの星なんだけども、もう私目が衰えてきたんで見えないです。若い頃は見えてました。皆さん見えますか？すごく見えな、はい、あれをね一度望遠鏡でね見てみましょう。そうしたらね、望遠鏡で倍率、低い倍率です。で覗くとね、で、これとこれなんですよ。で、望遠鏡で見たら、こう大きく見えるから、この明るいのとちょっとここへあるんですね。で、他にもまだ星がこう見えてくる。で、実はね、こっちもね、二重星なんですよ。望遠鏡で見たら。で、倍率をね、接眼レンズ変えて、倍率をこう高くして見てみましょう。はい、倍率変えてください、はい、そうしたらね、ちょっと大きくなったと思いますが、この星なんです。でこういった写真なんで、にじんでしまってるんですけども、ここら辺ちょっと拡大できますか。ごめんなさい、ここね、この十字の線がね、
二重になってたと思います。あれ望遠鏡で覗いたらね、星が2つピッてね、並んでます。あそこです、あそこです。2つあるでしょ、これですね。2つありますね。こんなに見えますね。だから目で見て1個なんだけども、望遠鏡で見たら2つ見える。中には3つ見える星もあります。そんなものもあります。はい、ありがとうございます。スライドありがとうございます。例えば、西の空ね、双子座の2つ星があって、ここら辺、カニ座なんだけども、この星、カニ座イオタという星なんですが、これも覗いたら、二重星やとか、あるいは、どこやったかな、これ、神時だってここら辺にあるんだけども、そこら辺のところにある24番星で、この辺りやったかな。これも綺麗な二重星だとか。あるいは夏では白鳥座のアルベリオが綺麗だとか。まあそういうのがあります。いや、それは目で見える。目で見えてるんだけども、望遠鏡で見たらこんなに見えるよというものなんですね。こんなの二重星って、まあ大体言ってます。あとね、もうちょっと星は、星ってキラキラ綺麗やから、たくさん集まってる方がもっと綺麗なんですね。そういうのってどこにあるんだろうというと、ちょうど今頃の季節だと西の空の方にあります。先ほどのカニ座なんですね。あそこにちょうどカニさん出てきましたが、夜空にはあんな絵はないですよ。ないんだけども、あのカニ座のところに、ここのプラネタリウムは性能がいいですね。はっきり見えてますね。あそこに、ごちゃごちゃっとなんか星が集まっているのがありますね。もうちょっと暗くしましょうか。そうだね、もっとよう見えるように、街から離れてみましょう。はい、ではちょっと街の明かりの影響がなくなった空を見ていただきます。あ、こんなによう見えたらすごく綺麗ですね。もう目でぼっと見てるだけでも綺麗ですね。で、さっきより目が慣れてるからよく見えてるよね。あそこにごちゃごちゃ集まってるのが、あれがカニ座の星のいっぱい集まったやつなんですよ。で、あれ望遠鏡をあそこに向けてみます。はい、今ファインダーで捉えました。スライドお願いいたします。はい、あれをねファインダーで見るとこんなに見えます。ここね、あそこの部分です。ごちゃごちゃもう星がいくつも見えてます。望遠鏡でなくても双眼鏡でもね、こんなに見えますから、手でも手こう見る双眼鏡ね、それでお持ちの方、あれ覗くとね、こんなに見えます。で、あそこのところ、もうこれでも十分星が集まっているってわかるんだけども、望遠鏡で覗いてみると、もうちょっと星は明るく見えるので、もっとキラキラするようになります。スライドをお願いいたします。まあまあ、大体こんな雰囲気ね。もっと暗い星もたくさん見えてくるし、星もよく見えてくる。それから色もちょっとだけわかります。ちょっと黄色っぽい感じの星もいくつかあるな、というのもわかってきたりします。で、もっともっと観察をの達人になると、この中のものすごく暗いなものをターゲットにして、あの中に銀河があるとかね、そういうふうなものを見る人もいます。こんなふうに星の集まりというのは星団と言います。スライドありがとうございます。で、目でね見えてるのはね、ここにあります。あそこごちゃごちゃって星が集まってるでしょ。あれはね、神の桁という星座のところにあるメロッテ111番という星団です。で、あれはね、双眼鏡で見るべきものです。望遠鏡で見ると大きく広がりすぎて全部が一度に見えないので、あまり面白くないです。そこのところにたくさんありますね、星が集まってます。あれも星団です。こんなにバラバラっといくつもの星、まあ何十個とかね、集まったものは三回星団と言います。英語ではオープンクラスターというんです。あ、コロナでクラスターって言うてますけども、それは集まりのことなんですね。あともう一種類、球状星団というものがあります。集まり方が違うものなんですが、
ヘルクレスだ。先ほどちょっと製図が出てきた時にご紹介しましたが、東の空ですね、今のところ。およその場所は、アルクトゥルスっていう星がありますね。オレンジの明るい星。それと東の方のベガっていう星がありますね。それまっすぐ結んで、ベガから3分の1程度行ったあたり。そのあたりがヘルクレスっていう星座なんですけれども、ヘルクレスのところに M13 という球状星団というのがあります。これはね、写真で写したりもするんですけども、本当の綺麗な姿は望遠鏡で見たときです。一応そこを望遠鏡で覗いてみますね。で、ファインダーで見たらだいたいこんな感じに見えます。これ、ファインダーで覗いたところなんですけども、ここのところね、M13 なんですが、ちょっとね、これ、写真から作ったのでごめんなさい。ちょっと明るく見えてるんですけども、その両側に一個ずつ星があって、ちょっとへの字の形にね、並んだものがね、あそこにファインダーで見えます。だから、この真ん中のところを今度望遠鏡で見ます。次をお願いいたします。で、望遠鏡を覗くと、この M13 というのは、たくさんの星、もう先の3回星などと全然違います。もうものすごいたくさん、もう全然数えられません。こんなにたくさん集まってるんです。倍率を上げてみましょう。接眼レンズを変えて倍率を上げてみましょう。次のスライドお願いします。こんなにね、もうものすごい大きく見えます。はい、スライドありがとうございます。これ M13 っていうやつですね。こういうふうな球状星団というの、これはまああちこちにあります。例えばね、最も大きなやつはね、今皆さん座席、割と北側に座っててごめんなさいね。南の空のケンタウロス座ってそこにあるんやけども、あそこのところのこの辺りかな、オメガ星団というのがあるんですよ。あるいは肉眼でもあそこに何かあるなってわかるぐらいのものなんですが、あれは、ものすごく空気が澄んでいるときに、真南に見える頃を見ると、さっきの M13 よりもっと2倍ほど大きいので、ものすごいです。ものすごくたくさん星が見えます。あとね、この時期だったら M3 というものもあります。アルクトゥールスという星と、それからここ北斗七星がありますね。その近くに、ここに、この星コルカロリっていうんですけども、両剣座がここにありますが、このコルカロリとアルクトゥールスをこう結んで真ん中あたり、このあたりにあるんです。で、そこをね、もうこんなん大体覚えてしまってます。年に何回も見ているとね、星座を見なくても場所を覚えてるんで、そこへスッと向けられるんですよ。初めて望遠鏡を使う方は、それが難しいかもわからんのですけども、二つの方法があって、一つは自動導入をやってくれる望遠鏡があります。それを使うと自動的にそこへ向いてくれます。でも、最初望遠鏡の位置を、その自動導入の時に設定するとかね、時刻を設定するとか、そういうふうなこともやっとかんとダメです。それかもう一つは、私がやってるように、星の図を見ながら、そこへ望遠鏡を向けていく、辿っていくということです。で、これは私は高校の時に修行やったんで、大体慣れてしまったんだけども、例えば、どっか行って、旅行に行って、自分の行きたいところへ地図を見ながら自分の足で歩いていくのか、それともそこの駅で降りてタクシーでそこへ行ってもらうのか、どっちかの違いです。で、歩いて行った方が、もっといろんな楽しい出会いがあるかもわかりませんので、時間がある方には、そっちの方をお勧めしたいです。で、M3 なんですけども、スライドをお願いいたします。こんなね、球状星団です。たくさん星が見えて、めっちゃ綺麗です。こんなやつは M3 があったりとか、今だと、もうスライドありがとうございます。あそこに蛇使い座が出てきてますから、ここら辺に M5 がありますね。それからヘルクレス座のここには M92 というのもあったりしますが、こんな風にして、あそこに何がある、これ次何を見るというふうにして、そんな風に見て
遊んでます。で、今ご紹介したのが三階星団、それから球状星団、要するに星が集まったものです。それ以外に星雲というものもあります。星雲というものの、まあ、いろいろあるんですけども、まず最初、言霊のリング星雲というものを見ようと思います。まだちょっと言霊が東低いので、もうちょっと夜遅くなった方がいいと思います。ちょっとプラネタリウムなので、時間を 2,3 時間進めてもらいましょう。東の空から言霊とか上がってきましたね。それから天の川もしっかり見えてますね。まあ、暗いところへ行って、こんなに綺麗な天の川見えるっていうのはね、本当は幸せだと思います。なかなかね、そういう場所っていうのはあんまりないです。そういうところではじっとこう寝そべって空を見上げてて、あそこ あんなになってるなとかね、そういうの見るのも面白いと思います。さて、もう言霊がずっと上上がったので、あそこのところ言霊なんですけども、言霊のベガの下にある ここら辺のところ、ちょっとこのポイント上がるんでごめんなさいね。ここに2つ星があるんだけども、その2つの星の間のところ、そこへ望遠鏡を向けます。で、そこへ望遠鏡をこうずっと向けて、低い倍率で最初望遠鏡を見ます。スライドをお願いします。そうしたらだいたいこんな感じなんです。見た接眼レンズを覗くと、その中にこんなちっちゃなドーナツみたいなのが見えます。それで姉が真ん中になるように望遠鏡をちょっとこう動かして、で、真ん中になるようにして、それから接眼レンズを変えて倍率を高くします。次お願いいたします。そしたら、あ、このリング星雲こんなになってるなというのが見えます。で、大きな望遠鏡だと、この中心に光ってる星も見ることができます。私は見たことがあるんですけれども、40センチか50センチぐらいから見えるかな。と思います。それからね、このリング星雲というのは、こういうのは惑星状星雲の仲間です。太陽のような星が一生終えて、もう光る力がなくなってしまったら、周りへガスがふわっと出てきて、それがまあこんなふうに周りに取り巻いていると、そういうふうなものです。惑星状星雲というんですけども、こういうものの、仲間っていうのはたくさんあるんですが、あんまり明るくないです。次をお願いいたします。次、 M27 ってやつです。さっきのリング星雲よりもうちょっと大きいやつなんですけども、小狐座の中にあります。これ、小狐座のところを写した写真なんですけども、今さしてもらってますね。アルタイルのちょっと上に横に星がいくつか並んでいるところ、ヤという、愛の妖精キューピッドが打つヤです。これはそのヤの星座です。それがここの写真ではここに写ってるこれですね。で、これをまずファインダーで捉えて、だいたいファインダーで見えるのはこのぐらいの範囲です。そこからちょっと上の方へ上がっていくということは、デレブの方を向いて望遠鏡をちょっと動かしていくんです。そうすると、この星の並びがあります。これ M の形のね。これが見えて、この真ん中の星のちょっと下に、なんかちっちゃくて、星ではないものが見えるんです。それを望遠鏡で今度は覗いてみると、こんな風に見えます。次をお願いいたします。こんなに見えるんです。これアレイ星雲という星雲です。で、次のスライドをお願いいたします。で、周りに、街灯とかたくさんあるとこだとか、そういうとこで見るとこんな見え方します。一つ戻れますか。で、暗いとこ行ったらこんなに見えるんです。周りのバックグラウンドの明るさが違うので、星もよく見えるし、星雲の薄いところもよく見えます。スライドを進めてください。
で、街中でこんなんなんだけども、この街中の明かりをカットして星雲の光出しをだけを通すというフィルターがあるんです。それを使うと次のようにスライドこんな感じに見えます。だから惑星女性雲なんかでも、ちょっと周りに光が明るいところでも最近はフィルターを使うことによって、きれいにこんな風に見える。でこういう風な状況になっています。じゃあ次のスライドをお願いいたします。これは射手座にある、オメガ星雲というやつです。南方の空にあるんですね。射手座にもね、同じようなこんなたくさんあるんです。これ望遠鏡で見たところのをイメージした写真なんですが、このオメガ星雲っていうのは、望遠鏡で、この望遠鏡で見るとね、ここになんか暗い模様がいっぱいあるでしょ。こういう風な模様も見えてね、なかなか、うわ、こんなものが見えるんだって感動します。ただ、展示室に展示させていただいているように赤い色というのは見えません。私たちの目は暗い時には明るい暗いしかわからないので、色まではわからないです。次をお願いいたします。でこれは髪の毛座のところにあるものなんです。先ほどの、髪の毛座の中にある星団ですね、星の集まり、私たちの目で見ても見えるやつですね。そのところを撮った写真です。ここにいくつかこんな明るい星が写ってますね。だいたい人という字の中ここに星が並んでいますが、それがあそこでも見えていますね。そのところのこの下の2つを結んでこっちへ同じほど伸ばしたところを、そこをね、望遠鏡でこう見えます。そしたらこんなものが見えるんです。次お願いします。でこういうのが見えます。これかっこいいでしょ。これ銀河系みたいなね、最近ブラックホールが見つかったね、そういう銀河系みたいな、こんな銀河というやつが本当にたくさん宇宙にあるんですが、それみんなね、明るさや形やね、こう違うんですね、見え方が。でこれ結構有名なやつで、髪の毛座の NGC4565 という番号がついてるやつです。こういうもの他にもあります。次のスライドをお願いします。これは結構有名な親子銀河ですね。 M51 番というやつなんですけども、北斗七星、これを見つけて、そしてこの最後の星からちょっと下がったところ、この辺りにあります。だからほぼ毎月のように見てると、もう望遠鏡の操作はこう覚えてしまってやって、もう星図なんか全然見やずにね、あそこにこうパッと向けられるようになってきます。これは渦巻き雲でもね、見ることができます。次お願いします。でこれね、白鳥座にある網状星雲というやつです。昔超新星が爆発して、星が爆発してね、そしてその周りにブワーッと煙が広がってるような、そんな感じのものを想像してください。白鳥座っていう星座はあそこに見えてますね。はい、白鳥出てきました。この翼のところ、ここにある星の近くにあるんです。この星のもう一個こっち側にもう一個星が見えてるんですけども、その星がこれなんですよ。だからこれは結構望遠鏡を向けやすいんですが、あの星の白鳥座のここのところをね、望遠鏡で見ます。そうすると薄くね、こんな星雲が見えるんです。でここへさっき の, フィルターO3 というフィルターなんですけども、これは星雲が緑色の光、特有の光で光ってるので、その光を通すフィルターがあるんです。それをかけてみます。そしたらこんな風にはっきりと星雲が見えます。で私が大きい望遠鏡を作るきっかけになったのは、さっきのスターパーティー、星の集まりのところへ行って、この網状星雲というものを大きい望遠鏡で見せてもらったからです。その時に、うわ、こんなによく見えるんだということを知って、自分でもそれを自分の望遠鏡で見たいと思って、望遠鏡を作りっていうのかな、でっかいのを作ったんです。まあこういうものはね、空にはたくさんあります。スライドありがとうございます。
そうしたら、この天の川がここにずっとありますね。で、天の川のところに沿っては星の集まりであったり、さっきの網状星雲のようなものであったり、そういうものがたくさんあるんです。そして天の川から離れていくと、こっち側の北斗七星の近くだとか、あるいはこの上の下座のあたりとかね、こっちの方になると渦巻き銀河のような、そういうものもあります。で、こういうもの、空にはいくつもあります。それで、なんかこういうのを望遠鏡を見て、で、使って見ていくというのは、なんか観光旅行しているような感じがします。どっか行くというのを、実際行ってね、例えば、長野県行ってこんなのあるとか、あるいは新潟県行ってこんなのあるとかありますね。それと同じなんですよ。何座のところにはこんなものがある。で、そこの横に行ったらこういうふうなおいしいものがあるぞと。それを望遠鏡で見たらこうだというような感じなんですね。だから、目で見たもの、私たちの目でこう空を見上げてると、こんなにたくさん星が見えてるんだけども、それよりももうちょっと遠くのところのものを見ていくと、もっと豊かな世界が広がっています。で、それは今もネットが、インターネットでいろんなことを調べられますので、それはどんな正体のものなのかということも調べられます。だから夜空のこの奥深くですね、これをディープスカイと呼んでいるんですけども、空のもっと深いところですね、そこを見るというのはすごく楽しい世界になってきます。で、この世界は、日本だけじゃなしに外国の人たちもこういうことをやってますので、その人たちがこんなものを見たとか、そういうようなことをインターネットで書き込みを見ることもできるし、そんなね、意見交換もできますので、星というもの、目で見えてる星座を超えてもっと深いところへ入っていくと、もっと深い楽しい世界があるということがありますので、この機会でなんか面白そうだなと思われる方がありましたら、ぜひ、一歩踏み込むきっかけにしてもらえたら嬉しいです。大体そんなところで、最初の話は終わろうと思います。ありがとうございます。はい、ということで、まもなく日の出の時刻となります。明日の日の出は4時57分です。今日は皆さん、津村さんと一緒に徹夜をして星をご覧になったということになりますね。素敵なお話を聞かせていただきまして、津村さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。